私、定時で帰ります。日々の仕事や家事に追われ、自分でも気づかないうちについ無理をしてしまう人たち。将来やりたいことが見つからなかったり、自分は今の仕事に向いてないんじゃないかと不安に思う人たち。働き方改革の時代にサラリーマンも主婦も学生も100人いれば100通りの悩みを抱えているのだと思います。肩肘張って一生懸命生きている人たちが少し気持ちを楽にしてもっと自分を大切にしようと思える、そんなシンプルなメッセージを詰め込んだドラマになればと思います。というのがね、放送前のプロデューサーコメントだったんだけど、ウェブサイトオリコンニュース6月13日付ではこんな記事が、吉高由里子主演の私定時で帰りますがクライマックスを迎える、話数を重ねるごとにドラマバリュー満足度ポイントを伸ばしてきている本作は、現代の日本の職場で起こっている様々な労働問題を通して働くことの意味を見つめ直すお仕事ドラマ、時代を捉える本企画を TBS スパークルの新井純子プロデューサーに振り返ってもらった。主人公の東山由依は過去のトラウマから仕事よりも人生を大切にし、効率よく仕事をすることで残業ゼロを貫く、昨今叫ばれるワークライフバランスを象徴するような女性だ。ドラマ後半にかけては結婚を控えていた由依がブラック上司の無理難題によりついに定時で帰るというモットーが崩されてしまう。さらには同性によって浮き彫りになる恋人との価値観のすれ違い、そして仕事の多忙さとともに図らずも縮まってゆく同僚で元婚約者との微妙な距離感、果たして職場環境は改善されるのか、そして由依の恋の行方は、原作は主人公と同世代の20代から30代女性に共感を集める同名小説、ただしドラマでは主人公を原作よりも控えめなキャラクターに微調整したという。ドラマが始まる前はもっと自己主張が強い主人公の話だと思っていたという声が多かったんです。定時で帰りますという言葉も人によっては我が強すぎる印象を与えるのかもしれません。だけど仕事感も人生感もこれだけ多様化している今、テレビがこれが正解ですと断言するのはとても危険なことなのかと、本作でも由依の働き方だけが正しいという描き方にはならないように気をつけています。また吉高さんも見事に役をつかんでくれました。自分とは考えの違う相手に意見するような言葉でも押し付けがましくならず、むしろ癒しに聞こえるのは彼女の絶妙に柔らかい口調やセリフ回しのおかげだと思います。台本を作るにあたっては数百人に及ぶ様々な立場、環境、キャリアのビジネスパーソンにアンケートやヒアリングを実施、仕事が生きがいで休日返上も辞さない派もいれば、仕事への思い入れが特にないプライベート優先のタイプも少なくなかった。ドラマの舞台である職場でも家に帰ってもやることがないと会社に住み着く非効率男、融通の利かない解禁症女、何かあるとすぐに仕事を辞めたがる新人、出産後すぐに職場復帰するキャリア志向のワーキングマザーなど、様々な仕事感を持った人々がチームとして働いている。仕事への向き合い方に正解はなく、その人にとって満足のいく人生であればいいのではないかというのがこのドラマで伝わるといいなと思いました。だからどんな仕事感であっても、それによって歪みが生じない限り否定的には描かないように心がけました。そのせいか時にはお怒りの意見もありました。思い通りに仕事をこなせない新人がフォローしようとしてくれた先輩に感情をぶつけるシーンがあって、ユイは新人に私たちは敵じゃないチームなんだよと言葉を投げかけるのですが、その姿に甘やかせすぎだといった声をたくさんいただきました。だけど一方であんな上司だったら頑張れるという声も少なくなかったんです。おそらく世代によって見え方がかなり違うエピソードであり、意外と幅広い世代に見ていただけているんだなと実感した回でもありました。なおこの新人社員のエピソードは実在のモデルがいるという綿密なヒアリングから吸い上げた出来事を盛り込んだリアリティあふれるドラマに、自分のことを見ているようだといった共感の声も多い。
職場環境の成熟が求められる令和の始まりにふさわしいドラマの最終話がどのように着地するのか注目したい。なるほどね。ふん。ということで、何はともあれ、私定時で帰ります。最後までしっかりと見届けたいと思いますね。はい。